どうも皆さんこんにちは、地球アナリスト日野です。ということで、現在のニューアース情勢なんですけども、オギアさんが初めて入った時、まあ、あの後にねオギア戸ができたよっていう風なことを前回の動画で言いました。オギアさんがね現在コロブイウイルスにかかってしまって、まあ、動画のね投稿が止まってます。オギアさんの動画の間で国ができ、そして国が滅ぶという風なことが起きました。はい、前回ねちょっと今マップがバグって見えない感じなんですけども、前回オギア戸という町が広がってたわけなんですよ。で、隣国オーストリアトラブル起きるんじゃないかみたいな話をしてたわけなんですけど、以前までオギア戸平和維持モードといって宣戦布告できないしされないモードになってたんですけど、それが強制的に外されてしまって、でそしてオーストリアにね宣戦布告されてしまいました。でその結果戦争プラグインが発動され、実際に戦争が起きました。でその映像はね概要欄にゆきくんの動画を貼っておくので、まあ、戦時中の映像が見れると思います。まあやっぱりね皆さん戦争プラグインについてまだ知識が乏しくて、しかも装備の差もあり、オギア戸初の戦争はオギア戸の敗北ということになりました。でそして敗北にとどまらず、町の維持費を払うことができなくなってしまい、オギア戸の町が崩壊し消えてしまいました。しかしすぐにねこちらオギア戸2というものを、このオーストリアのすぐ下オギアさんがねいた場所に作り直すっていう風な、オーストリアからしたらあいつら潰してやったからこれで一安心だろうと思ったら、またここに作り出すっていうね。でしかも前回町だけだったんですが、今回ねホーリーローマンエンパイアということで、神聖ローマ帝国のオギア戸という風なパワーアップしてね生まれ変わりました。で前はねもうちょっと横長な感じの土地の取り方をしてたんですが、まあ、今はねこういう口パッチみたいな、今回はね国としてオギア戸が誕生しました。でこのオギア戸2以外にもパンデノというねところがホーリーローマンエンパイア神聖ローマ帝国として存在している状況です。このようにねめげずにまた作り直したわけですが、この位置もちょっとやばいよね。前回ここでねオーストリア隣国とドンパチがあったわけなんですが、こっちもねオーストリアが持ってるんですよ。でしかも左下ベニス、ベネチアですね。今回ベネチアも近い隣国になってしまいました。それによってねオーストリア、そしてベネチアに今後ね狙われる可能性が高くなってくるんじゃないかなと思います。前回の動画でね一番最初にドンパチになるのはオーストリアなんじゃないかと言ったんですが、その通りになりましたね。ゆきくんの戦場に行った動画見る感じ、戦場にオーストリアとイスラエルのね人たちもいて、でイスラエルの方が直接ペンギン国さんを殺してる映像があったんで、イスラエルもオギア戸やっぱり敵対してるという風な感じでしょうか。実際に戦争ができるニューアースにて、このオギア戸は果たしてこの先どのように歴史を歩んでいくんでしょうか。非常に楽しみです。さてということで来ました、現在のね僕の状況なんですけど、僕は、あの後一人で金をねホリホリしてまして、64ゴールドも手に入れました。なのでもうこれでねお金持ちなわけですよ。金ブロック7個もゲットしました。これで今回はね何をするかというと、装備整えていこうかな。僕今この革装備なんで、もっといい装備ね着ないと来たるべき時に備えて戦えないんですよねやっぱり。なのでちょっと今回はこの東京のショップをちょ皆さんに見せつつお買い物していこうかなと。こっちはこれ全部雪 JP のものなんだ。 0.4 ゴールドすごいな。はい、こちらの世界、ポルと同じで、おそらくねこの手に持って金ブロックを持って売ることで、あお金になったね。はいはい。で今ね僕は63ゴールド持ってる状態になってます。掘ったらこのセルハンドしないとダメっていう感じですかね。で芝 JP 芝くんがダイヤモンド装備売ってるけど、これなかなか高いな。そういう物価なんだろうな。結構270ゴールドこんなまだ買えないね。ダメだ、ちょっと自分で作ろう。これはとりあえず頭守ろう。ヘッドショットがね一番怖いんで、やっぱりこれで頭はねしっかりと守られました。まだまだね僕軍備進んでないんですが、もうこっからね軍備進めていってしっかりと戦争に備えようか。このジャパンもね結構いろいろ戦ってる状況なんですよ。この日本もねモンゴルと台湾で戦争が起きて、通称台湾戦争が始まって戦ってたみたいなんですけど、その時僕は寝てました。なので、次の戦いこそしっかりジャパンの一人として戦っていこうかなと思ってます。ジャパンの方針がどうであれ、個人的にはねオギア戸戦争が起きたら次はね助けに行こうかなと思ってるんで、しっかりとね訓練をしておきたいと思います。
装備も整えて、この PVP スキルもね、ここでちょうどね、ジャパンにはこういう戦いのね訓練場があるんですよ、このように。なのでここでね、しっかりと肉体を鍛え上げてから守りに行こうと思います。まだ日本も統一されてないので、ゆきくんたちと一緒に日本統一もできたら面白いですよね。ということで、現在のニューアースの状況について皆さんに紹介しました。この動画がねいいなと思った方はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。